ウィロード第2節3戦目中日ドラゴンズ対ここで打席には京田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。際どい球わずかに外れています。一、二塁間ワンバウンドヒットになった。ライト前ヒット、バッターボックスには城島が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。追っつけて打ちました。大きな打球になった。ライトオーバー、セカンドランナーホームイン。ライオンズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、4対0、ライオンズ4点リードとなりました。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この場面で打席には本田が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが得点圏には追加点となるランナーを置いています。初球あっとグラブ弾いた。ボールを拾ってそのまま入って1塁アウト。ランナー2塁は変わりません。試合を制したのは西武ライオンズです。